アバタ。ありがとう。ビビタ、話すとか、あ、そういうことね。うわー、すごい。こんな感じなんだ、ハリーポッター。フィグ先生。インペリオ。インペリオ。以上に荒っぽい。インペリオ。杖を使うために上達している。インペリオ。どうでしょう。当たらない。ほら、当たってるけど無敵や。さすがフィグ先生、ついてきます。一生ラックミュージモンシだ。よかったよ。どこになるんだろう。楽しみ。どこでも。おや、なるほど、他の生徒より少し年上だね。あれ、そんなことは。君は期待を胸に抱いてここへ来ている。はい、希望しているもの、予想しているものがある。はい、私探検したいです。早く、あれも授業、いや探検したいな、ベコちゃん的には。私、早く探検をしたいでございます。ホグワーツや城の外の世界をたくさん探検して回りたいな。いかにも冒険心を持つことで手に入れられるものは多い。だが君の先生たちも多くの知識を授けてくれるだろう。わあ、緊張するこれ。はてさて、はい、君の中には何かが感じられる。なんだろう。何らかの感覚。感覚。これは何か。勇気、好奇心、忠誠心、野心野心この魔法界で一番になろうとしている野心なのでしょうか。好奇心、でも好奇心もある。勇気はちょっとわかんないな、ペコーラ。好奇心はある。魔法ってどんなのがあるんだろう。お前は野心しかねえだろ。ちょっと待って、どういうこと、ペコだよ。野心にするか。まあ、好奇心でもどっちでもいいから、野心で。じゃあナンバーワンの魔法使いになりたい。野心？成功しか頭にないって言われるけど夢に全力投球するのは大事でしょ。成功しか頭にない。そんなこと言わない、ペコちゃんは。珍しい能力を持っていることを最近知ったようだな。あ、そうです。なんか魔法が見えるというか。感じるぞ。力を強く望んでいる。はい、力が欲しい。スリザリンがいいかもしれない。まあ、でもスリザリンでもいい。え、グリフィンドールもよかったけど、でもスリザリンも嫌じゃない。君はスリザリン。サイサリヘビ語喋れるんですか。当たり前よ。野心だよ。わかりました。うわ、授業楽しみ。あ、ここだ。こんにちは。ねえ、こっち。なっちゃいな。後ろの席が空いてるよ。なっちゃいおない。ありがとう。あ、グリフィンドール生か。どうも、私はナティ、噂の新入生だね。はい、そうですけど。ローネン先生にはもう会った？まだです。では、初歩的な呼び寄せ呪文くらいは覚えているかね。はい、はい、はい、アクション、アクション、アクション。え、誰もわかんないの？これはレベル低くない？ここ。なんかあれか。君は前回と同じく青、はい、それからミスオナイは赤だ。絶対負けない。グリフィンドールスに負けるわけねえだろ。任せろ。うまっ。ちょっとうまいよ。アクション。取り乱してはいかん。やめて、ナツァイ、やめて。はぁ、負けるよ、こんなん。ふざけんなよ、マジお前。こんなもんだよ。グリフィンドール生に負けてたまるか。
記念しあえて先生どうにかスリザリン200ポイントをお願いします苦しよ苦しよおねえ苦しよくそ30点にしろ30点にしろで最後ペコちゃんが50点やってやるからこれか